ないよ全くしてないです。髪型嘘、今日は清楚な目、いつも清楚ですよはい、皆さん今日はちょっと夜遅めでごめんなさいねそう、フラッペのリップしたもの、ああ、ありがとうございます。続かんって舐めてた。いや絶対そうだと思います。もうね、私のね、私のことを知ってるファンの方は絶対みゆが毎日できひんやろって絶対思ってたと思う。みゆもう無理。うわっ、え、花火飛んでる、めっちゃ綺麗みゆもう思ってたもん、絶対続かんって。え、これは花火はギフトじゃなくて普通にショールームのあれってことですか。そうやんな。え、めっちゃ綺麗じゃない、泣きそう。なんか打ち上げ花火今年初めて見た。初見です、あやねさん、こんばんは。巻き巻きツインテール、あ、またするね。もう全然そんなんしてなかった。3日くらいで終わると思ってた最近眉毛変えた。え、全然変えてないよ私ね。眉毛ね、あのアートメイクなのでね、元のなんか土台みたいなのがあるから眉毛の形変えたくても変えれないんですよ。え、ゲリラで花火上がる、めっちゃいいな。どこの花火大会が好き。え、全然さ花火大会知らんねん。神戸の花火大会ぐらいしか行ったことない気がする神戸の何やったっけ、海へのとこの花火大会は毎年行ってた。なんか、あ、たくやくん、くまありがとう。いろいろ行きたかったけどもうそんなん行けないからさ、淀川とかも行ってみたかったです天神も行ってみたかった。意外と県外の花火大会行ったことなかったかも。私兵庫県出身なんで結構兵庫県はいろいろ行きました。そうね、メンバーちゃんとも行きたいね。なんかはあね、28日のさ、ウィルビーアイドル公演のさ、当落出たと思うんですけど、当たったよって方いらっしゃいますかどれぐらいさみゆのファンの人が来てくれるか気になりますハローハローハロー、香港から、嬉しい。あ、当たった。え、嘘。え、結構めっちゃ当たってる。お昼、夜。お、行くよって。わー、めっちゃ当たってるやん。嬉しすぎるんですけど。あ、レオパージュ。あ、レオパージュの方も出たの？外れたの、慰めて。え、んー、かわいそう。ビルビン昼公演当たってます。下手。オッケー。頑張ります。投げー。あー、1日に入りたいから投げてないのね。夜？おお。後ろの戸開いてないです確かに多いんかな確かにめっちゃ当たってますね。また最善とかえ、昼夜外れた、マジ？レパージュモバイル外れ、あー最善、うわ嬉しい土日公演かよな。わあ、でも、あ、嬉しいです。いろいたくさんいるっぽいね楽しみにしてます。少なかったら悲しいのであ、うちは楽しみにしてます。応募しても当たらん、嘘。
お、当たった、おめでとう。あ、結構当たった人多いね。嬉しいです。昼夜頑張れるわ夜さもう疲れ果ててたらどうしようね。私も瀬戸里好きです。ウィルビーアイドル公園で、なんかおしゃれですよね。おしゃれなんていうの可愛いですよね。今日はね、皆さんにミユの秘密のノートを見せたいと思います。中身は見せれないです。何だと思います？何の秘密のノートだと思いますか？何色だと思いますか？秘密のノートです、ミユの。気になりますよねいや、そうデスノートじゃないよこんばんは黄緑、ネタ帳、茶色、ピンク、金色、水色あ、デスノートなんか持ってない。見て、これが私の秘密のノートです。水色でしたそう、これの中身は誰にも見せれない、本当にね、道頓堀、落ち込んどんねんの手とか書いてます、はい、中身はちょっとだけ教えました。今このね、後ろにね後ろにシール貼ってるんですけど、見てくださいこのシールお気に入りのシールです。デスノートじゃないからこんな可愛いデスノートないよMC 周り見るって書いてたわ。誰誰、これは僕のヒーローアカデミアの轟翔太くんです同じの買う、轟くん好きやったっけオタクの特徴と何したら喜ぶかがいですそんなそんなこと書いてない。書かなくても分かりますいや私もね、ちゃワンピース本当に似合わないんですよ。実は本当に本当に似合わへんねん。全然似合ってないの。なんか動画やから、なんかそれなりに似合ってるように見えてるだけで、なんかロングワンピースとか、これロングなんですけど似合わないの似合ってないの。なんか短いのしか似合わへん。なんでなんやろな。大人、年齢経ったから大人な感じになると思ってたんですけどね今日も私はファミリーマートのミルクティーを飲んだ。お、タコの花火や、すごい、ありがとうございます、キンキンびっくりした、タコがパーンってなってた。たくやくん、クマありがとう。首詰まってる服、そう、新鮮。え、うそやん、みゆさ首詰まってる服めっちゃ好きなんですけど、なんなら首元ある服ばっか着てない？お花売ってそうそんなメルヘンに見える。あ、リコちゃん花火ありがとう。いちごのガリガリ君食べてます。え、そんなんあるん？美味しそう。ガリガリ君ソーダとかエナジードリンク味は食べたことあります。体型で変化が珍しいです。あー、確かに最近ゆうみさんに会えてないです。コンサート以来会ってないかな、多分。
花火綺麗、泣いちゃうありがとう大地くん、あんずちゃん本当ありがとう。あー、梨も食べたことあるかもしれへん。そうアイス食べたいなって思ってたの。だからこの後絶対アイス買いに行く今日は下ジャージじゃないよ、下これやからじゃあ可愛い髪型じゃないんよ。髪の毛ボサボサやから三つ編みしてるやけ。三つ編みは私の中で手抜きって言っちゃあかんけど、手抜きの時やからあ、でもみんながいいねって言ってくれたから嬉しい、うん、今日はパリって、パリってって何なんだ。今日のモバメ届きましたか。毎日配信してるよ。今日のモバメ届きましたか。届いてない、嘘。今日は見えのね、嘘でしょ、届いてないの。今日はみゆのアレルギーの、アレルギーが発覚した話をしたんですどんな口でみゆ実はアレルギーがあるかもしれなくて、その話をモバメで送りましたウィンクして、はいあ、できた、できたんじゃない、教えられる。いやそうかもしれへんちょっと面白そう、気になる方はぜひモバメ登録してください何柄なんやろこれ、花じゃない、はい、分からん見てください、チーズじゃないよ、配信では言えないアレルギー、秘密、配信では言えないアレルギーなの。なんだと思う？まあ届くの楽しみにしててください。え、でもさ、画像大きかったかもしれへんから、届、もしかしたら届かへんのかな。どうなんだろう。うん、握手アレルギーじゃないよ。どんなアレルギーやねん こんばんは変な角度です、すいません。もう一回送って2回届いちゃうかもしれへんや。この花火のさ、ショールームいつまでなんやろ。ねえ握手はしたい、握手したいからえ、身内にはめちゃくちゃ口荒れそうなとこが好き。全然もうそんなことないんですけど口悪くないよどんなイメージですか、私に、私のぽモバメ時差やばいな、ほんまに、ほんまにやばい。違うよ、これは反省会ノートですみんなノートお揃いしようだからミュートお揃いしようしかしでサボってる、サボってんの、なんか前髪が
何この前の。このノートはロフトで買いました。ロフトに売ってます。ロフトに売ってるよ、ロフトセットですよ。わあ花火綺麗。削除しないでね。何を？何をですか？しないよ。あ、三河さんの TikTok 見た。かわいい。かわいすぎました。そう、くしいっぱいある。でも今のお気に入りはこれ。黄緑。最近黄緑好きかもしれない。かわいいよね。ちょっと前髪崩れてきたから終わる。ちょっと無理。見たい映画、東京リベンジャーズ。マジで見たい、見たいよ、見に行きたいよ。どんな理由やねん。私はそうですよ、前髪崩れたら終わりますよ、いつも。はい、家族見てます、まだ私の配信。本当に見たい東京リベンジャーズ。映画見たらあの漫画アニメ見る予定です。はい、映画見てから見る予定です。三河さんの喋ってるとこ見たことない。うっそ、めっちゃしゃべりますしゃべります。ちょっとこれ解き終わったらランキング読む。うわ、東京卍ミューミズ懐かしい。俺の推しメン吉沢亮。ああれなんや、ヒロアカの名前何やったっけ。ヒロアカの名前何やったっけ。ロディや、ロディの。あのね、今日今回のヒロアカの映画の結構メインキャラクターみたいなのロディも声優されてました。ほんまやね、合ってます、間違ってたらごめんなさい。推しメン石原さとみ、めっちゃ可愛いですよね。私もあのような顔になりたい。合ってた。合ってました。よかった、間違ってるかと思った。ではランキング読みます。第13位、93、あ見えんかった。第13位、カルちゃんありがとうございます。第12位、シンシグさん、ありがとうございます。第11位、キンキン、ありがとうございます。第10位、ユウスケさん、あ、氷マークついてる、ありがとうございます。第9位、バラモトさん、ありがとうございます。第8位、トマトさん、ありがとうございます。第7位、タケボ、あ、名前なんか、ミュウミュウ、なんて書いてんのやろ、ミュウミュウ、ありがとうございます。第6位、元気くん、ありがとうございます。第5位、タクヤ、ありがとうございます。第4位、山ちゃん、ありがとうございます。第3位、大地くん、ありがとうございます。第2位、ジュリアちゃん、ありがとうございます。そして第1位、小熊さん、いつもありがとうございます。涙止まらんな、泣いてないやろ。まあね、明日も会えるんで、はい、みんな。今日寂しいぐらいがちょうどいいです、きっと。ねえ、では。ありがとうございました。泣いた、ピエンピエン、スクショタイム。はい、
った？今壇上乗った。マジ？あんずちゃんありがとう。バイバーイ。おやすみー。